王国ブラジルが悲嘆に暮れている。現地7月28日に開催されたパリ五輪のグループステージ第2戦で、ブラジルは日本と対戦。1対2で敗れた。画像、後半 AT に熊谷の PK ン谷川のゴラッソで劇的な逆転。なでしこ、念願のグループステージ1勝目。パリ五輪 GS 第2節なでしこジャパンに、1ブラジル女子代表56分に先制したブラジルは、 終盤にハンドで PK を与え、これを熊谷先に決められ、90プラス1分に追いつかれる。さらにその5分後にミスをつかれて谷川桃子にミドルシュートを叩き込まれて、逆転を許した。まさかの展開にブラジルのファンは憤慨。代表チームの SNS には、次のような声が殺到している。重要な大会に参加する資格すらないクソチーム、真実は、 この女子代表も男子代表と同じぐらいひどいということだ。あんな試合で負けるなんてありえない。愚かなミスだ。フィールド上では完全に無力なチーム、すべてを失った。恥を知れ、次の試合は現世界王者スペインとの対戦だ。安らかに眠れ、このホラー番組を見て貴重な時間を無駄にした何かを信じるなんて愚かだ。正直、もう無理。 ブラジルは最終戦で世界王者スペインと相まみえる。クロ黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。